イージスアショア計画が白紙撤回されてから数年が経ちました。その代わりのようにイージスシステムを搭載したイージス艦の計画が動き出すようです。そんなイージスシステム搭載艦の予算として、2024年度予算案で3731億円という天文学的金額を計上した流れについて見ていきたいと思います。それに伴って、早期導入が叶ったとも言える巡航ミサイルトマホークが今年から装備されていくようですし、人に、意識能力向上型も、1年前倒しで量産されるそうです。ある意味では白紙撤回したための危機感に追われてとも言えましょう。2023年12月19日、2024年当初防衛予算案について、財務省の鈴木財務省と木原防衛省が会談、イージスシステム搭載艦1隻あたりの建造費として3371億円を計上すると決定したことを公表しました。このイージスシステム艦の導入の経緯を紹介します。1998年、平成10年に実施された北朝鮮のミサイル発射実験。その中で、デポドンが日本列島上空を飛翔し通過した事件が発端でした。日本領空が危険にさらされるとした防衛省が、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化、海自が保有しているイージスシステム搭載護衛艦と空自が配備しているパトリオットミサイルによる対処体制を整備したのです。しかし、この体制は、当時所有していた装備を最大活用するという対応に過ぎませんでした。イージスシステム搭載護衛艦が、ミサイル防衛、BMD のためのパトロール目的だけに拘束されてしまうので、中国海軍の進出が、激しい南西諸島方面への展開や、必要な練り度を維持するための訓練時間が確保できなくなることが懸念されていました。こういったことから、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務に専従させるため、イージス艦のイージスシステムを丸ごと陸に上げ運用する方向で話が進んだのです。地上配備部隊整備が決まり、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議で、そのための必要な装備として、イージスアショアの導入を決定したというわけです。かなり唐突に決まった印象がありましたね。防衛省は、秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていましたが、2機のイージスアショアが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターを配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備反対の声を上げる地元への説明が不足していたことなどの問題が発生、決定から3年後の2020年6月15日に、当時の防衛省が導入計画中止を発表しました。しかし、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー AN、スパイセブンとイージスシステム2機を発注する契約は締結済みでした。なので、キャンセルすることなく活用する案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇、もしくは建築物などへ搭載して転用すると決定したのです。洋上への転用方法について議論され、3つの洋上案が検討されました。1つは、護衛艦を新造して搭載する。2つは、民間の船舶をチャーターして搭載する。3つは、洋上に海上油田のような大規模建造物を構築し、そこに配備するオイルリグ型などです。敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などを重視した結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となりました。政府は、2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備や、スタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議で、AN、スパイセブンとイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造、海上自衛隊が運用すると決定しました。このベースライン J7B ですが、海自の最新イージス艦マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型です。アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載するベースライン QC2 と同様、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD5.1 が統合されています。さらにオープンアーキテクチャ化することで、これから
アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10が持つ新機能の数々を利用することができるらしいとされています。イージスシステム搭載艦の設計では、敵国の弾道ミサイルや地上発射型もしくは航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対し、臨機応変かつ持続的に対応することが求められます。そのために必要な条件があります。24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させる、冬季の日本海の荒天地などでも影響を受けにくい対応性を持つ、長期間洋上に常駐する任務に耐える乗組員の居住環境改善のほか、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などということです。また、将来的に開発が予測される装備品を、わずかな改修で運用できるようにする拡張性など、多種多様な要素に対して総合的に考慮し、既存のイージス艦と、同等以上の防空能力と機動力が保持できる艦艇であることも要求されています。イージスシステム搭載艦の主兵装は、艦対空スタンダードミサイル SM-3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、敵基地を叩くための反撃能力として、射程延伸回収後に導入が予定されている艦艇発射タイプの人に意識地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画になっているそうです。こういった各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に備えられる垂直発射装置 VLS は200セル以上とされていますが、この数はアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セル以上で、水上戦闘艦としては世界最多になります。2023年8月に、概算要求で1隻3797億円が認められた形になりましたが、財務省側では、イージスシステム搭載艦建造にあたり、物価高や円安の影響で上昇している防衛費を抑えるため、実効的な管理体制を構築し、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダー選定についても、白紙に戻すことも含めて、改めて検討するよう求められました。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には、AN、スパイ7イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定でしたが、搭載レーダーの白紙化検討も求められています。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーは、AN、スパイ 1DV で、アメリカ海軍のイージス駆逐艦 R イバーク級ミサイル駆逐艦の最新型のフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 AN、スパイ6が導入されているので、イージスシステム搭載艦には、AN、スパイ 7V1 を搭載するだろうと専門家たちから指摘されていました。しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦に、AN、スパイ 7V1 を採用する理由として、性能面では、スパイ7とスパイ6との間に大差がないこと、未試験や維持、運用に必要な経費を含めた総額で比べると、スパイ7の方が、スパイ6よりも安価になること、現時点でスパイ6へ変更した場合、調達スケジュールがさらに数年遅延することなどを理由として、スパイ7の導入予定には変更がないと強調しています。と言っても、こういった防衛省の主張は全てが後付けで、陸上のイージスアショア用として、AN、スパイ 7V1 を2機購入するロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでに払った経費700から800億円が回収できなくなると指摘する声が上がったそうですが、防衛省としては、AN、スパイ 7V1 を選択するより、他には選択肢がなかったのかもしれません。財務省側が出した搭載レーダーの白紙化という発言については、防衛省の強気の姿勢に釘を刺したのではないかとされ、既存のスパイ 1D やスパイ6などと競合させて導入価格を抑えさせようという目論みがあるのではないかと思われるのです。どちらにしても、納税者としては、予算は安い方がいいですよね、